田島屋平旧宅は、群馬県伊勢崎市境東村にある歴史的建造物。明治初期に大きな影響力を持った養蚕業者、田島屋平が自身の養蚕理論に基づいて改築した民家である。近代養蚕農家の原型とも言われるその旧宅は、2012年に国の史跡に指定され、2013年に富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産として、 世界遺産リストに登録された。田島野兵田島野兵は、養蚕新論、俗養蚕新論を刊行した助倉い郡島村の養蚕業者、産種製造、販売業者である。明治初期に広く行われた解雇の養育法である、生料育を確立し、自宅の母屋2階、および納屋を産出として改築。彼は単に育成法を確立しただけでなく、それに適した、 産出構造も確立し、著書などを通じて、その普及にも寄与した。そうした彼の近代養産業への貢献に対し、1892年に緑地法省が授与された。田島野兵は、当初、気温の調節をほとんど行わない、自然育によって、蚕を育てていたが、夏季によって、室内を温める温暖育へと転換した。しかし、これがうまくいかないとなると、 試行錯誤を重ねて、独自の生領域を確立するに至った。野兵は生領域の実践のために、安政3年に納屋を改造して2階建ての産出とし、その年の失敗を踏まえて、翌年に換気のための窓を屋根に据え付けた。これが高成績に結びついたことから、さらに改良をし、3階部分を増築して吹き抜け、構造の産出にした。また、 母屋も,も2階部分を山室として改良し、屋上胸上部の端から端まで櫓が乗る形にした。この2つの山室が完成した文久3年は野兵の清涼育が確立した年とされる。木糸だけでなく3種の輸出が解禁されたのは野兵が清涼育を確立した翌年、現時元年のことであった。それに合わせ、島村でも3種製造業者が増え、 その家屋に野兵の産出構造を取り入れる者たちが急速に増えていった。かくして野兵が確立した矢倉のある養産家屋は島村式産出と呼ばれるようになった。そして島村式産出は島村にとどまらず野兵の著書を通じて全国に普及した。生糧育に適した田島野兵旧宅は1869年にイタリア中日全兼講師らトゥール 中日イギリス公使館書期官アダムズらが相次いで三種焼き糸の高騰を受けて産地の巡視を行った際にも高い評価を受けている。明治時代半ば以降、清涼育は高山社によって普及した新温育にとって変わられるようになるが新温育にとっても換気は必要であり、櫓を特色とする島村式産室の基盤としての地位は揺らがなかった。 田島屋平宮宅の母屋現存する、田島屋平宮宅の母屋は、文久3年に上等され、同年11月の胸札が残っている。母屋は、河原吹きの総2階建てで、主体部の桁行きは1、2階とも25.380メートル、両行は9.4メートルである。その屋根には、総屋倉と呼ばれる形式の風通し口が設けられているが、総屋倉を採用したのは、 この旧宅母屋が最初であったという。矢倉は風通しを良くし、板吹きや茅吹きの屋根に比べ、熱がこもるために、養蚕農家には向かないとされていた瓦吹きの住居を可能にするものでもあった。矢倉の存在は清涼育にとって特に重要な点であり、野平自身、自負心を持ってそれが自分の発明であると主張していた。かつては母屋に隣接して、 寄せ棟作り瓦原吹きで僧屋倉を備えた僧二階建ての新産室が建っていた。これは養産新論では言及されていないが、1875年の松ヶ家海根城産室のモデルになったとされていることから、その三年間のうちに建てられたものと推測されている。これは1952年頃に取り壊されたが、その基段と、母屋二階東側の新産室とつながっていた。 渡り廊下の一部は残っている。なお、1952年頃には、母屋の一部も撤去されており、現存する屋敷の景観は、この時期に最終的に固まったとみなされている。母屋に先立って改築された納屋を元にした産室は、かつて、勝つき廊と呼ばれたようだが、これも現在では、気団が残るのみである。このほか1896年に建てられた桑葉や、 母屋と同じ時期に建てられたが、1885年に再建された手ラなども残る。田島野兵旧宅は、現在も野兵の子孫が暮らしており、代々保存に尽力してきた。公的な調査としては、1986年から1988年にかけて、当時島村が属していた、境町の調子編纂事業の一環での調査が行われた。 2003年以降、富岡製糸場を世界遺産にしようという動きが起こり、2006年に群馬県富岡市などが関連する文化財も含めて共同で推薦書を提出した。この2006年度には群馬県庁世界遺産推進室による近代養蚕農家調査の一環として田島野平旧宅の調査も行われたが、この時点では田島野平旧宅は 厚生資産候補に含まれていなかった。しかし、文化財保護に関して、田島屋及び伊勢崎市の体制が進展したことから、推薦候補に加えられ、近代用産業の展開を知る上で重要である、という理由で、2012年9月19日に、国の史跡に指定された。2013年1月に正式に提出された、世界遺産推薦書では、高山社と、荒船風穴と、 共通する有料品種の開発、普及のほか、近代養蚕農家の原型といえる産出構造を残していること、田島屋平が生料育の開発を含め、明治初期の養蚕業では、主導的役割を果たしたこと、直接販売による海外交流を行ったことなどを理由として、厚生資産に含まれた。田島野平旧宅案内所最寄り駅は、JR 伊勢崎駅もしくは、 本庄駅だが、いずれからもタクシー等で20分ほどかかる。日本政府の推薦書を踏まえたアイコモスの登録勧告書では、年間の観光客数は数千人程度とされていた。しかし、アイコモスの登録勧告が公表されると、直後のゴールデンウィークには観光客が急増した。2014年4月26日から5月6日の累計訪問者数は3192人。 5月4日には1日で550人が訪れた。田島屋平旧宅は今も人が住む民家であり、庭先までの見学は可能だが、屋内への立ち入りはできない。代わりに、伊勢崎市は田島屋平旧宅案内所を設置し、模型やパネルなどの各種資料によって資産価値を解説している。ありがとうございます。